い、皆さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座はディミニッシュコード、分かってみると意外と簡単、そういうお話をさせていただきたいと思います。はい、このディミニッシュコード、正確にはディミニッシュ7のコードなんですけど、実は3種類しかないんです。はい、どういう押さえ方かと言いますと、こうですね。はい、でこの次、これです。でもう一個、これを2つフレットずらしてこういう感じ。はい、この人差し指と中指が今ナット代わりに、ここ0フレットですね、ナットの部分が人差し指中指の代わりをしてこうなってる。これとこれとこれ、この3つしかないんです。もう一個上に上げると、これと構成音は同じになってしまうんですね。はい、これなんでかと言いますと、理論的にお話ししますと、半音が間に2つ入れた音が重なってるのがディミニッシュコードなんです。はい、ということはここここっていった、これとこれでもう同じディミニッシュコードになるので、3つしか存在しないわけです。はい、3つだけと思うと、どのディミニッシュコードが出てきても攻略できそうな気がしてきませんか。はい、じゃあこれ3つの中からどれを選んだらいいかという、ここがまあ大事なとこなんですけど、例えば C ディミニッシュというのが出てきますとすると、 C の音が含まれてるさっきの3つの中から選んでいただくといいんです。 C はドレミでいうところのドの音ですね。ドの音が含まれてる先ほどのディミニッシュ3つの中で見ますと、 C というと3弦の開放もあるんですけど、さっきのコードには3弦の開放の音は入ってなかったですね、3つの中には。はい、もう一つここです。1弦の3フレット、これは C ドの音ですね。これが含まれてるディミニッシュコードはこれです。はい、これ C ディミニッシュなんですね。はい、その次は C シャープディミニッシュ、 C の半音上のディミニッシュですね。これじゃあどこにあるかと言いますと、先ほどの3つの中から C シャープが含まれてる音コードを見ていただくと、 C シャープっていうのはドのシャープですね。ドのシャープは3弦の1フレット、これが含まれてるディミニッシュコードはこれです。これで C シャープディミニッシュなんですね。はい、その後もう一つB ディミニッシュ。B っていうのは C の音。ドレミファソラ C の音ですね。C の音は、はい、1弦の2フレット。1弦の2フレットが含まれてるディミニッシュ。これです。はい。という風に、ディミニッシュコードは押さえ方3つしか存在しません。で、その3つの中からどのディミニッシュコードを押さえればいいのかというと、その弾きたいディミニッシュコードの音、含まれてるのをこの3つから探して、それを押さえれば解決 OK ということですね。はい、そう考えるとディミニッシュコードもそんなに難しくないですよね。聞いた心地、ディミニッシュってなんだってなるんですけども、実際考えてみると3つだけ、しかもその中の構成音を探せば当てはまるということで、この3つさえ覚えればディミニッシュコードあなたも攻略できます。ただこの押さえ方は各自で練習してくださいね。はい、この押さえる練習、ちなみに他の動画でもお話ししたんですけど、簡単に言いますと、これを押さえる、ダウンストロークで押さえて引く、アップストロークの時に離す、離したら手があっちをカッチャの方向に行くので、今度のダウンでまた揃える。はい、これを何回も繰り返していきますと、こういう練習ですね。スタンプを押したみたいに一気にスッ上がって、うっ、はい、あっちゃこっちゃの方向に行かないようになります。ここまですれば簡単に押さえ替えもできるようになると思います。こういうことですね。はい、ダウンで押さえる、アップで離す、ダウンで押さえる、アップで離す。はい、こういう風に練習していただくと指が覚えることになりますから、ディミニッシュコードこうやって攻略してみてください。はい、ということで今回の BJ のウクレレ講座は、難しくないですよ、ディミニッシュコードということでお話しさせていただきました。この動画がいいなと思った方は高評価ボタンのクリックをお願いします。あとチャンネル登録もお待ちしてます。ということで、また別の動画でお会いしましょう。さようなら。目を閉じて星空を見ることはできないだから、今は瞬きも
思う。ランタンの明かりに行く夜、音が鳴い今、僕は忘れない。いつもいつまででも。